さて続いては今日のストレッチです。さいたま市岩槻区出身のダンサー TRF のサムさんが自宅で誰でもできる簡単なエクササイズを教えてくれます。今週は座ったままできるエクササイズです。テレタマをご覧の皆さん、こんにちは、サムです。家でじっとしている時間がだいぶ長くなってきていると思います。そして知らず知らずのうちに座っている時間が長くなって体が固まって血流が悪くなるので、コロナウイルスに勝つためにも免疫力を高めていくことが大切だと思います。毎日ですね、少しずつでもいいので、僕と一緒に体をほぐしていきましょう。今日のエクササイズ紹介します。今日は椅子に座った状態で脳トレです。肘を立ち、反対の肘を立ち、頭、胸の前でクロス、オープン、膝、最後にクラックしてワン、カウントでやると1、2、3、4、5、6、7、最後ちょっと早いですね、7で、また頭1、2、3、4、5、6、7、カウントでいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、これも脳トレなので、楽しみながらエクササイズしてみてください。はい、皆さんどうでしたか？くれぐれも無理のない範囲でご自分の体調に合わせて、毎日少しずつ続けていきましょう。